はいどうも皆さんこんにちはこれから本日は2021年度論文合格者対談ということで私高坂と本日合格者の方に一名ですねお招きして約30分ということでまあ簡単ではありますけれども対談形式で進めていきたいと思いますはいではですねまずちょっと簡単にお名前だけまずおっしゃっていただきたいと思いますはい 岡田良二と言いますよろしくお願いしますはい、えー、では、えー、岡田さんまずとりあえず、えー、今年の本試験合格おめでとうございますありがとうございます、はいでえー、まずあのそうですねちょっと最初に伺いたいのはあの岡田さん今年というかまあこの鑑定士の本試験ですね、はい、受けようと思ったきっかけをちょっと簡単に聞かせていただけますかはい、はい、私の場合はあまり前向きなきっかけではありませんでして 当時勤めていた職場の人間関係があまり良くなかったんですよね。それであの仕事をまあ辞めたいなと思ってましてで独立できる資格の取得を考えてましたその際あの知り合いの税理士の先生から以前に不動産鑑定士を目指してはどうかというあの冗談交じりに打診をいただきましてあの地元の不動産鑑定士は人数が少ない上にえに高齢化も進んでおりまして。 あの自分にもチャンスがあるのではないかと思って、はいえー、挑戦を決めました。なるほど。はい、じゃああのその方には非常にあの結果としては非常に良いアドバイスをいただいたという感じになりますかね、はいはい。いい報告をさせていただきました。えー、なるほど。はい。はい でえー、ちなみに岡田さんは、はいえー、勉強を、はい、開始した不動産鑑定士の勉強を始めたのって2017年の11月ですのでうん、うん、今からまあちょうど4年前にななりますね、はい、なるほどで、えー、あの鑑定士の指導校、予備校ってそれほど数多くないんですけれども、はい、えとレック、こちらの弊社を、はいえー、ご活用いただくことになった、はい なんか理由とかそういうものがあればちょっと伺いたいなと思ったんですけども、はい、あの私当時予備校については全く知識がなくてですねとりあえず不動産鑑定士試験で検索したらまあレックさんが出たのであの電話してみようというのがあの最初でしたで電話したのが2017年の10月でしたの下旬でしたので、まあ、直近の 担当式試験が2018年の5月ということで、はい、まあ半年しかなかったのでまあ合格するにはまあ間に合わないなと思ってえいたんですけれども当時、その担当の方が2018年5月でもまあ間に合いますと言われたのがまあ決め手となりましてまあその担当者さんの印象もすごく良かったのでえレックさんに決めました、はい、ありがとうございます。<laughs> はい えでえっと今年ちょっと私は普段あの実はあの会計学、論文式試験の方の担当になりますのでねちょっと担当式試験はあの直接、私の担当ではないんですが、えー、担当、今年は受けられたんですか 2>,、はい、2回目の担当試験。はい、どうでしょう、まあ、手応えと言いますか、えー、ちょっとその辺の話今年の担当式の試験のちょっと話を伺えればと思いますが。はいはいえー、担当式試験2つ科目があって、まあうん 鑑定理論と行政法規あるんですけど、鑑定理論については暗記がもうほぼ完成していたので、担当としての勉強はせずに模試を受けたぐらいです。その時にまあ九十点以上を目指すようにしていました。行政法規については二月ぐらいから勉強を始めて、講義を一通り見終わってからはとにかく足別を繰り返して勉強していました。で四月からは えー、論文の教養3科目の勉強を一旦やめてその時間を行政法規に回して、えー、足別は最終的に7週ぐらいしていました。はい なるほど、はい、分かりましたとそれとです、ね、あの普段はどこか、えー、と会社とか今現在お勤めになる、はいはい、そうすると、まあ、鑑定士の受験生あのどうしても社会人の方が多いもんですからなかなか時間管理一日の中での時間の捻出、はい、ちょっと難しい面があるかと思うんですが、はいえー、岡田さんは具体的に平日、はい、あるいはお休みにちょっと分けていただいて大体の、まあ、ルーチンと言いますか。はいはい えー、どんなふうにして普段過ごすことが多かったんですか具体的に言いますと平日は5時半に起きて、えー、6時半まで勉強するとで通勤時間に勉強して昼休み30分勉強して、えー、帰りの電車で勉強して、えー、夜ご飯食べた後と3時間勉強してました。でまあ、この 毎日のルーティーンををととにかく徹底することを心,心がけていましたどうしても、えー、社会人ですと、えー、飲み会とか残業とかがあって夜の勉強ができないこともあるんですけどそれはもうそれで割り切ってしまって例えば夜できなかったから次の日3時間ちょっと多めに勉強しようとかそういったことも一切せずとにかくルーティーンを守るということを徹底して してました。ね、平日、うんと休日か、休日については、ええー、アウトプットですね。もしや答練。を、まあ、三科目。な、二時間かける三科目ですかね。を、えー、メインにしてやってました。なるほどね。はい。そうすると、ええー、職場の人も、えー、岡田さんの鑑定士の受験というのはご存知。はい。<laughs> なるほど、ね。あの、応援していたで。ああ、なるほど。はい。はい なるほど、そういうやっぱり理解も結構大事になるのかなと思,大事だと思います、ねはい、そうですよね。うん。 ああととはですねちょっとあの論文式、4科目あるんですね、はい、鑑定士の試験その4科目あるとなかなか4科目全部得意っていう人もいませんし全部苦手っていう人もいないかと思うんですが、えー、ちょっと岡田さんご自身に伺いたいんですけども、えー、論文式の試験の中で得意な科目と苦手だった科目ちょっとそれぞれ一つずつ挙げていただきましてどんなふうにして普段それを、まあ 勉強に向かっていたのかちょっとそのへの具体的な話も伺えればと思うんですがいかがでしょうかはいあの得意科目についてはやはり鑑定理論になりますやっぱり不動産鑑定士試験ですしあの600点満点中300点は鑑定理論ですから得意科目にするメリットは大きいかなと思いますあと 他の受験生さんも、あの鑑定理論を得意にしてる方多いと思いますし。鑑定理論だけは負けられない科目だと思って、やはり勉強をしていました。で、苦手科目なんですけれども、あのここでこの場でいう状態申し訳ないんですけど。会計学が、あのすごく苦手でして。あの実は私簿記を一切勉強したことがない。くてですね。その中で、あの高坂先生の合格基礎講座を。 受講してる時はもう先生が何をおっしゃっているのかすらわからなかったんですよすいませんでも、えー、最終的にはまあもちろん何とか形にはなったような状況になったんですけどね実は鑑定評価理論私ちょっと担当じゃないですかあと会計学もどちらもやっぱりあの暗記という要素が非常に強い科目で。 えー、なかなかそういう意味で言うと、えー、手こずってしまう特に鑑定評価理論鑑定理論ちょっと暗記の分量が多いとか言われて、えー、結構いろいろ大変のようなんですけどねちょっと私直接の担当ではないんですがあの鑑定理論の暗記については何かご自身で、えー、工夫されたとか、うん、もうあるいはもう工夫せずにとりあえず頑張ったとか何かありますかね。えー、鑑定理論今年についいては、うんえっと、暗記ペンとうのが あるんですけどそれを活用してあとその苦手な科目の「克服」なんですけれども私実は克服できてないっていうのが正直なところで、まあ、何を思っていたかというと「あの合格する前の辛抱」だと「でまあ、会計学」はもうとにかく理解よりも丸暗記だという心を、まあ、心に決めて勉強していました。 はい、あの本当にあの大事なことだと思います、特にあのこの試験で公認会計士の試験ではありませんし税理士の試験でもありませんのでねあの会計学は本当にもうとにかくひたすらもうよくわからないけど暗記するという方も多いと思いますので、えー、途中でちょっと嫌になっちゃうなということもあるかと思うんですけれど、ねまあ、もう、うん、もう仕方がない覚えるしかないんですよね。うん、とにかく 一生懸命勉強して覚えるということぐらいしかちょっとなかなか言いにくいんですけどね、はい、では、えーと、あとはちょっとです、ねうん。今年その一番苦手だった会計学、ちょ,うん、ちょっと今年の試験のまあ手応えも含めて大体、だいたいその苦手科目の出来、不出来どんなものだったのかちょっと今年の会計学、ですね、はい、どんなふうだったのかちょっと実際の状況についてお伺いしてもよろしいですか。はい えー、今年の会計学なんですけども、実は私、ミラクルが起きまして、ですねあの会計学って2日目の午前中なんですけれども、はい、前日の経済学であの全くできなかったくて、すごくへこんでたんですよで、2日目の朝、もうこれは鑑定理論に集中、勉強集中しすぎて、あの試験会場に遅刻するかもしれなくてですね、あの会計学の勉強、全くしてなかったんですよ、2日目の朝。で ホテルからタクシーであの会場に向かいましたらあの予想以上にか早く着いて分ぐらい時間が余ったんですねそこでまあ会計学の勉強をしようと思って国延弟子さんを勉強したんですで国延弟さんのまあ5項目あるじゃないですか、はい、あれなんてもう初めて見たと思います <laughs> そしたらそこがたまたまドンピシャで出たんですね5項目、はい、あれかけたんですよ <laughs> なのでそこだけはまあできたと思いますしえー 棚卸さんについては「えー、総ざらいテキスト」で勉強したので、えー「解けたと思います」と「あの総ざらいテキスト」って今年は大門が21問あったんですけどそのうち3問があの棚卸さんだったので香坂先生がまあ予測されたのは当たったというところであの本当に助かりましたありがとうございます。<laughs> ちなみにあの今ちょっとご紹介ありましたちょっと今プレゼンター画面に切り替えたいと思うんですが今岡田さんが実際に使われていたその総ざらい講座という講座の中で使用しているテキストですねちょっと今プレゼンター画面に切り替えたいと思いますこんなテキストなんですねはいこんなテキストになっていてまあちょっと中身あまり詳しくお見せすることできないんですがまあそんなに厚くないですこんな実はそんなに分厚いテキストではないんですねまあパラパラっとこう いろいろ書き込みだとかマーカーをつけたりということでこちらの総ざらいですね会計学のテキストを一生懸命頑張って勉強されたということですね。はい、で会計学は、まあ なかなかちょっとミラクルがあったということで直前にやった項目ですね、あのちょっと改めての話になってしまうんですがやっぱり受験生の多くどうしても鑑定理論、ちょっと私、詳しい内容わからないんですが、その基準だとか留意事項だとかちょっと暗記で苦労されているという受験生、やっぱり多いという話はよく耳にします。ちょっと改めてその鑑定理論の基準、それから留意事項ですね。 ちょっとこれどんなふうにして、えー、暗記してきたのかちょっと岡田さんですねお、はい、口からちょっと、えー、お言葉をいただきたいと思います。はい、えー。鑑定理論は暗記と理解が求められる科目だと思っています。鑑定理論の川原先生からは、えー、総論第一章から格論第三章までの一週間かけて、えー、繰り返し読むことを勧められたんですけれども私はあの理解 せずに読むことがものすごく苦痛だったのであの4ヶ月かけてまず総論第1章から格論第3章まで単元を区切ってそれをまず50回ずつ50回ずつ50回ずつ読みましたさすががに50回読めばまあ理解ができたのであの4ヶ月かけてこれを終わってそこから川原先生のおっしゃるあの総1から格3までの繰り返し読むこれを続けて いくここととでで理解をを伴ったた暗記をすることができましたうんやっぱりあの、うん、お仕事柄、まあ、当たり前ですけどねこの鑑定理論というはお仕事でも使われる内容なんでしょうしねあのうんなかなか、ただそうは言っても分量が多いようですからね皆さんなんか嫌がっちゃう人がいて覚えられないと言われるんですがうんとにかくあのやっぱりたくさんもう読んでとにかく頑張,る <laughs> 頑張って勉強するしかないなという感じもあるんですけどね。はいう あとは会計学は先ほどちょっと移しましたその総ざらいテキストそんなところをあの主に使われていたようですけどねあとはえ論文なのでやっぱりそのいろいろ自分でこう文章を書かなければいけないんですよね、その答案を書く上で何かこう岡田さんが気をつけていたことえそういったことがあればまたちょっと伺いたいと思うんですけどね、え。ー 科目にもよるんですけれども、はいえー、会計学や鑑定理論や、えー、民法については、あのなるべくテキスト、なるべく基準、なるべく定義に沿ったことを書くように心がけていました。なぜかというと、どうしても理解がすす早く進んでしまうと、自分の言葉で書いてしまって、それがあの試験員の方にあちょっとそれ違うんだよねって思われてしまうので、実際に私もそういった時期があって、あの。 先生にあの自分の言葉で書いちゃだめだということも結構言われてたのであのとにかくテキスト定義理論あ基準留意事項に沿って書くように心をかけていました、うんうん、そうですねあの、うん、やっぱりあの自分の言葉で書いてしまうとだめ、まあ、だとは思わないんですけど、ね、やっっぱちょっとリスクが高いんですよあのもちろん自分の言葉で表現したものが全部罰にされるわけではないんですけども。 やっぱりまだまだ勉強半ばの状況で自分の言葉で書こうとするとちょっと表現がうまくなかったりいろいろ出てきてしまうのでやっぱりそこはまあ鑑定理論でも会計学でもまあ基準とかいろいろそういうい定義だとかそういったものが存在しますのでねそういったところはやっぱりしっかりとテキスト通り書いていただきたいなといつも思っているんですけどねうんなるほど、分かりました。でではえっとそうですね レックで,、えーとそうですね、質問制度というのが実はありましてで岡田さんもどちらかというとあれ地方に普段お住まいになっていて、はい、なかなか、まあえー、講師と例えば直接顔を合わせる機会もありませんし、はい、あれなんですがそういったときにこういろいろ質問事項が出てくるかと思うんですが、はい、あのレックではその教えてチューターという制度がありましてこう 例えば地方に住んでいる方でもいろいろ質問、ここが分かります、ちょっとここもう一回説明してくださいとかどういう意味ですかとかそういう質問来たりするんですけどね、えー、岡田さんもそのレックでえ行っているその教えてチューターという質問制度ですねこれはについては結構、ご活用はされていいいらっしゃいましゃまたかはいうん、私は勉強をしていて疑問に思ったことはすぐに利用していました。 どの先生もあの親身になって、えー、お答え的確なお答えを頂い,いてたと思います中でもあの香 <laughs> 坂先生の,あの回答は <laughs> あのずば抜けて<や>分かりやすかったですいやいや、はい、すみませんなんかね本当にちょっと言わせていただいてる本当の話です <laughs> 本当の話、えー本当にまあ、でも そうですねあの教えて中ー,ターもし今現在レックの方で受講されているという方がいらっしゃればあの特にどうしても地方の方、えー、なかなか身近に受験生もいないしなんか聞く相手もいないということであれば。 あの教えてチューターという制度をぜひ積極的に活用していただきたいと思うんですね。あとはちょっと今の話ともつながってしまうんですがなかなか地方にお住まいで周りに身近にこうライバルみたいな人たちそういう存在もなかなかちょっといない、はい、その中でどうしてもやっぱり鑑定士の受験って難関の国家試験ですから長年かかっちゃいますんでねモチベーションの維持これ難しいかと思うんですが、えー、と岡田さんはその。 モチベーションの維持っていうのはどんんなふうにしてて行っていたんですか、はい、私は SNS を活用して、えー、自分の思いとか自分の勉強方法とかあの当練やもしの結果も発信してそのモチベーションを維持していましたただやっぱスランプっていうのはありましてスランプの時はもう何をやってもうまくいかないので。 そそれこそ動画投稿サイト、まあ、YouTube との動画投稿サイトで、えー、鑑定士関連の動画を見て、えー、気持ちを奮い立たせたりしていました、はい、ただその日々のルーティーンは崩れるんですけど、まあ、リフレッシュができましたた,しただしその中でもやっぱり鑑定理論の音読だけは続けてました、はい、で土日はまあ普段妻に任せているまあ家事とか掃除を行って、えー、日曜日はまあ好きな大河ドラマを見て え普段はシャワーしか浴びないんですけど湯船に入ってえ月1回整体に行ったりえ体のまあ軸を整えたりしていただいてあとあ、私、神社の多い地域に住んでましてあのまあお願いしたりすることでまあ気分をリフレッシュさせていました、うんなうん、ちなみに、そしたら今度はまた合格のお祝いというか報告でまた神社に行かれるような <laughs> お礼前に。 なるほどねはいであとは、そうですねやっぱり試験、うん、私ももう長年この試験の指導やっていてやっぱり合格なかなか難しいのは当然そうなんですけどねやっぱりその中でも比較的受かりやすい人、うん、ちょっとやっぱり長くかかっちゃうなと、うん、ちょっと受かりにくいなという人もやっぱり現実にはいるんだろうなと思います。えー、今まで受験生という立場だったんですが岡田さんの目から見て、えー、ご自身が合格してみて。 えー、受かりやすい人のタイプそれからちょっと難しいかなという人のタイプちょっとそれぞれ、はいえー、参考までにちょっとといたいなと思うんですけどね、はいうん、受かりやすい方っていうのは、まあ、どうしても諦めないい人人、うん、続けられる人だと思います不動産鑑定士っていうのは、まあ、勉強すれば受かる試験だと思いますのでとにかく続けるとにかく勉強続ける諦めない気持ちが大事だと思います。うんうん、逆に 受かりにくい人っていうのはあのこれはまあ不動産鑑定士試験に限ったことではないんですけど自分に負けてしまう人誘惑とかに負けてしまったりあと、目移りする人は受、ま、かりづらいだろうなと思います。はい、そうですねあの本当にあの 往生際が悪いい人結構受かると思いますあの簡単に諦めちゃうとあれなんですけどねもう最後までもう粘ってもう何回落ちてもとにかく頑張って受け続ければなんとかなる試験なのであのしっかりと最後まで頑張って続ける大事なことだと思うんですね。で、えー、今年2021年、はい、あの論文試験、本当に鑑定して3日間の試験なんですね、本当にしかも8月なんで暑いんで。 うん本当に、あのー、私はちょっと別の試験を受けてたんですけど私は3日間じゃなかったんですけどねあれだったんですけど三3日間の8月の試験は本当に精神的にも肉体的にも大変なんだろうなと思うんですが、その辺も含めて、ちょっと今年の論文ですね、終わった時の手応えをちょっと、はいえー、伺いたいなと思うんですが、岡田さんどんどな感じでしたかいや手応えなんての全くなくて。 むしろ不安の方が多かったですねですのであの、まあ、合格したとき、まあ、自分の番号が見えたときていうのはもういい目であの崩れ落ちてしまいましたあの緊張の糸が張り詰めたのも切れたというかあのなかなか人生でこういった経験ないんですけど初めての感情でしたあの4年間頑張ってきた努力が報われたなとあの安堵感と達成感でいっぱいでした。はい ね。いや、私もあの本当に8月私大体。そもそも暑いのが好きじゃなくて、あの本当に大変だなと。ちなみにあれですか受験会場ってエアコンはついてるんですか？ついてたと思います、ね。アコンついてる、はいうん。なるほどね。昔、あの大学を使っていろんな国家試験やるときに大学でエアコンなかったんですね。昔は私が若い頃だから、本当に。私今でもちょっと別の試験の話になっちゃって恐縮なんですけどね。受けに行ったきは、うん？ エアコンなくて窓を開けてたんでもうマジかということで暑いなという記憶があったんですが、まあ、最近はそこまででもな,なさそうですけどねただまあ3日間ですからね、まあ、非常に大変な試験だろうなと思うんですけどね、はいでえー、そうですねちなみにもうちょっと話変わるんですが、うん レックのいろんな各講座を受けていてそうですねレックはだいたい基礎力を重視する予備校だとかあの私もそうなんですがとにかくやっぱり何でもそうなんですけどねあの難関の国家試験というとちょっと誤解している人いるのかもしれませんがなんか難しい論点解かないと合格できないと思っている人いるかもしれませんが逆、逆ですね難関の国家試験であるからこそ基礎力って重要になってくるのであの<ー>、うん、レックで。 勉強されて,いてなんか講義あるいは教材いろいろ受け取る中で何か感じ取ったことってありますかねレックで授業,授業を受けていて、えー、本当に基礎をどの科目でもそうなんですけど、えっと、基礎力を重視した、えー、講義の内容ですし、えー、当連とかもしも基礎的なことを問われてるなという印象ですし実際本試験でも、あのー、本当に基本的なことを問われてるような。 問題ばかりだったと思っています。ですので、あの本試験の傾向とそのレックさんのまあ講義の指針の傾向というのはまあ一致していると本当に思います。はい。わかりました。で、えっ、ー、とちょっと今年もちろん合格されていらっしゃるんですが、えっ、ー、と去年はどうだったんですか。はい、去年はあの二点差で不合格でした。はい。 なるほど、はい、あの私も実はちょっとまた私の話になっちゃって恐縮なんですけど別の試験を受けているときに私が言われていたときに覚えているのは合格発表を見てやっぱりダメだった私もダメだったんですが最初試験受からなかったんですけど合格して受けたときに自分の番号なかったんですねそのときにああまあやっぱりなと思ってる人は次の年も危ないと言われたんですね予備校の先生から。で落ちた時に なんで俺が落ちなきゃいけないんだろうと思っている人は次の年は大体何度かなっているという話を聞いていたのでまあ確かに去年、2点差ということですからねまあ非常にうん悔しかったんだろうと思われるんですがやっぱそこがバネになったってことなんですかね。そうまあででねも今年年受かりましたんでねあのまあ去年のその 2点差で不合格だったというその悔しさをバネにして、はい、まあ今年は結果を出しましたんでね、うん、ちなみに、えー、そろそろもうお時間も迫ってきたんですが今後についてなんていうのはなんかちょっと少し、はいえー、例えばそうですね最近だとあれですね大,大学に行ってこう実務の、えー、ことを経験したりとかいうこともあるようなんですがなんか今後についてのご予定なんていうのはどんなふうにして。 えーまあ、そうですね、まあ、人生の設計といいますかそういったものを考えているということがあればちょっと今後に向けて少しお話を伺いたいなと思ってるんですけどねはい、えー、私は地方の人間ですので、えー、大体私の地元の鑑定業界界隈では独立している方がほとんどなんですね人を雇うということはあまりされないので私も今これから実務収集を受けて後々は独立して。 地元で、まあ鑑定業者に、鑑定業、まあ営みたいなと。いうふうに思ってます。はい。あと、まあ、どうしても衰退していっているんですよね。鑑定業界って、私らの地元のところでは。で、その鑑定業界の発展のためにも、まあ尽くしていきたいなと。まあ、ちょっと大きいことなんですけど、あの、思ってます。はい。まあ、本当に、あのー。 ま,あま,たまた先生、あんたの話ですかと言われちゃったあれなんですが私がいた、私、ちょっとまあ税理士事,事務所にちょっとアルバイトでもいたんですが本当、30、40ってひよこと言われてたんですね30、40でひよこですからもうどういくつになったら成人になるんだろうと思ってたんですがま,あまだまだ、ですね本当にあの定年この資格は定年ないはずですから、ね、ずっとこれからもうお仕事を続けていかれるということでまあご実家ですかねご実家の方に戻られるということですね。ね うんはい、はい、では、えー、そろそろ最後になりますがちょっと、えー、岡田さんのお言葉でえっ、ー、と最後受験生に向けてのまあ、メッセージになりますかねちょっとそれを最後にコメントとしていただければと思います、はい、では、えー、お願いいたしますはい、はいえー、私実はですね偏差値40の大学を5年かけて卒業したですけれどもそれでも私があの4年かかりましたが 合格合格をすることがあのできました不動産の鑑定士試験っていうのは頭の良し悪しではなくて勉強した人が受かる試験だと思っていますだからあの自分は無理だとか受からないとか思ったことはありませんでしたし、えー、努力すれば必ず受かる試験だと思っていますあの不動産鑑定士になりたいというその気持ちあきめ諦めない心っていうのが原動力ですですので皆さんあの予備校や、えー 講師陣をフル活用して、えー、合格に向けて頑張ってください以上ですはいありがとうございましたでは、えー、以上をもちまして私と、えー、合格者の、えー、岡田さんですねに、えー、の,の対談ですね対談については以上もしまして終了ということにさせていただきたいと思います本日はお忙しい中ありがとうございましたありがとうございましたそれでは失礼いたします